ばんは、日本放送のアナウンサー上柳正彦です。突然なんですが、ラジオ機のあなたはですね、今から21年前、1981年、昭和56年、何をしていたか覚えていますか？僕は実によく覚えてる年なんです。なぜか、はい、日本放送にですね、入社した年なんですね。もうどうにもならないアナウンサー生活が始まったわけでございまして、研修に次ぐ研修をやりながらですね、ああなんていう時に、ちょうど大竹栄一さんのロングバケーションが3月21日に発売になった。これ本当によく覚えてますね。新宿の紀伊国屋の2階のレコード売り場で、買ったのをですね、本当に覚えてます。で、4月1日に入社式をやりまして、まだ研修が続いて、どうにもならないアナウンサー人生が続きます。そして1年が経ちます。翌1982年、その頃車まだ持ってなかったんですが、友達から借りましてね、カーステレオをガシャッと入れたのが、そうです、ナイアガラトライアングルボリューム2でありました。佐野元春さん、杉正道さん、そして大滝英一さんの伝説のユニット、このナイアガラトライアングルボリューム2が20年という時を経まして、3月21日にリマスタリング版で再発売されるのを記念いたしまして、実はそうです、日本放送にこの3人、佐野元春さん、杉正道さん、大滝英一さんのお三方が集まって、今僕の目の前にいらっしゃいます。どうやって紹介するんだろうか、よく分かりません。とりあえずこういうふうに言ってます。言ってみます。ナイアガラトライアングルの皆さんです。こんばんは。どうもこんばんは。ちょっとオープニング長くなってすみませんでした。とんでもございません。妙な空間なんです。妙ですね。これは実に妙です。大滝さん、はい、どうもお久しぶりでございます。僕は大滝英一さんとこうやってマイクを通してお仕事するのも初めてなんです。初めてなんだそうですね。全然そういう気がないんですけどね。まあ以前いろいろお話をさせていただいてるので、はい、はい、そして杉さんとは実は、初めましてでございます。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐野さんとは100回ぐらいまあちょいちょいなんですけども、でも正直言ってこの3人に同時のお話を聞く機会が来るとは夢にも思わなかったですね。さあということで、お久しぶりになるんですか、この3方。まあ4、5年、5、6年、そうですね、2、3年3人で会うのは、でも3人で会うのはもう20年近いんじゃないですか、うん、そんなことないですか。そうかもしれない。それぞれの記憶が全く全く笑うでございます。でもスタジオの外で、はい、一番最初に今日大滝さんがいらっしゃってて、でまあいろんなお話をされて、杉さんがいらっしゃって、はい、お久しぶりだね。大滝さん、そして一番最後に佐野さんがいらっしゃって、その瞬間にでも同窓会でしたね、あれは。3人横に並んじゃったりなんかして、もう同士ですからね。一緒に飛行機にも乗りましたし、船にも乗りましたしね。実はナイアガラトライアングル、この3人はいろんなことをやってらっしゃるというですね、そのことを今日は1時間にわたって伺っていきたいと思います。さあ1981年2年というのは、大滝さんが30歳前半過去推定というそうです。そうです、34から6ぐらいの間ですかね。はい、で、佐野さんと杉さんが20代の後半ということでございます。はい、それぞれお互いのことをどういうふうに思ってらっしゃったのか、今日はいろいろ振り返ってみたいと思います。では一緒にあの頃を思い出してみようということで、そうです、あなたはあの頃何をしてらっしゃいましたか。ナイアガラトライアングルです。 A 面で恋をして。3月21日に発売になりますリマスタリング版の A 面で恋をしてを聞いていただきましたが、佐野さん、はい、初めて聞いたらしいですね、このバージョンを。はい、相当今語ってらっしゃいましたね。今日ね、はい、多分聞けるんじゃないかと思って、我慢してました。渡してあげてくださいよっていう感じもあるんですけど、渡ってはいるんだけど、なんかあえて聞かない、はい、あえて聞かなかったみたいで。感動的です。いかがでしたか。まあ、少し専門的な話になるけれども、はい、こう中気がグッと出ていて、ボーカルがね前にこう出てるんで、当時、僕が聞いていた印象とはちょっと違いますね。こっちもパワフルな感じがします。大竹さん、今の感想いかがでございますか。そうなんですよ、歌が出てるんですよ、グッと、うん、で、あの頃は僕らあの頃新しい音楽だと自分たちで思って、いいのこんなのって、あの対歌謡曲っ
っていうことで、はい、もう10年やってきた時期だったんですよ。で、歌謡曲はあまりにも歌があまりにも大きすぎるということで、我々はそのあえて埋めたんですよね。で、ちょっと埋めすぎたかな。ちょっと聞き取れなかったでしょ。今思えばちょっとちょっとね、埋めすぎたかなという反省がね、泣きにしまらずだったんですよ。で、それがね、あの機械がまあうまい具合に中域が出たもんですから、あ、これはいいなと思って聞いたらね、気持ちよかったですね。やっぱり人間の声が真ん中に持ってくるのはやっぱりいいんですね。20年目にして歌謡曲はいいね。いいねと。杉さんは結構事前にお気になってたようなんですが、はい、いかがでございますか。僕もやっぱりあの同感でして、まあ、今太田さんがおっしゃった通り、はい、あのなんとかアンチ歌謡曲みたいなスローガンで自分の中であったんで、はい、その当時はもうすごくあれはあれで良かったと思うんですよ。今こうやって聞くと、あの、あ、これだよなっていう感じが僕はしてて、そう聞いた時になんかこう今の自分にマッチしたっていうのかな、感じがしました。さあ、ナイアガラトライアングルが結成されました。では1981年にちょっとタイムスリップをしてみましょう。右のバッターボックスに若大将の原が入っています。ON 以来久々の大型新人と騒がれました、その原が右のバッターボックスに入っています。牛島3球目打った。ショート三遊間ヒットです。三遊間をライナーで抜きました。レフト前のヒットであります。原3打席目にヒットが出ました。見事三遊間をライナーで抜きました。この藤田、王、牧野のトロイカ対戦、そして今年巨人の監督になりました原辰徳が後楽園球場に初めて姿を現したのが1981年でした。トロイカとトライアングルにこれつながりがあるかどうかは定かではないんですが、佐野元春、杉正道、大滝栄一という才能の点と世代の線がトライアングルを描いたのは1981年だった。レコードの針を静かに下ろすと流れてくるこのイントロ、今から21年前のこの年といえば3月21日に発売された大滝栄一のアルバム、そう、アロングバケーションがラジオというラジオ、ビーチというビーチを席巻。アルバムアロングバケーションはその年の超ビッグセラーとなった。一方の佐野元春はデビュー2年目、6月にサムデーをシングル発売、そして杉正道はビクターからソニーに移籍して2年目、この年にガラスの恋人をリリースした。今一番一緒に仕事をしてみたい仲間が集まり、一枚のアルバムを作ってみたい、そんな思いを秘めていた大滝は自らの野望を1981年7月24日明らかにする。新宿のライブハウスルイードのジャパコンライブウィーク最終日、佐野元春、杉正道がいたそのライブ会場には大滝もいた。大滝は突如舞台に上がり、佐野杉の2人にナイアガラトライアングルの結成を宣言。会場は満場一致の熱い拍手に包まれた。それはまるでおしゃれな株主総会のようだった。ナレーションに関してはいろいろ異論もおありになるかと思いますが、ちょっとご紹介させていただきました。まず最初に伺いたいんですが、そもそもですね、ではあの佐野さん、はい、大竹さんとはどういう存在だったんですか当時。もう中学校高校を通じてね、はい、あのもう日本語のロックというのはその当時あんまりなかったんですね。ただそのハッピーエンドという伝説的なバンドありますけども、はい、そのバンド好んでね、よく聞いて、そのメンバーの一人である大竹さんとそういう理解しましたね、はいはい、杉さんはいかがですか。僕もやっぱり高校時代に日本でこんなことが起こっていいのかっていう思ったグループでハッピーエンド、その中でも特に今から思うともう全員好きなんですよ、もう尊敬してるんですよ。もう僕はあの大滝派だったんです。でその大滝さんがじゃないですか、僕としてはすごくやっぱり嬉しい驚きでした。そして逆にですね、大滝さんからご覧になった佐野元春さんとはどういうミュージシャンだったんですか。もう佐野君、杉君はね、縁なんですよ。ミュージシャンというよりも人間的な縁があって、それで必然だったんです。後で思ったんですけどね、うん、
大竹さんはあの円とか筋とか、はい、その辺非常に大切されますよね。自分自身にその開拓能力がないというか、あの実行能力が非常に薄いんです、で僕はいろんなことやりましたけれども、あの失敗したことは2つ、全くダメだったのは会社経営、これがダメでしたね。これは会社経営って本当に実行能力なんですよ。それに欠けているんですね。で物事をうまくやるためにはということで、あの実力のないものが物事をうまくやるためには天命に従うしかない。自然にそうなるものに従っておくとうまくいくんですよ。でそういうふうに思ってですね、それで縁を大切にしているのは、自然にそうなるように動いていくと自然になるんです。でこの2人にはキーパーソンがいましてね、それがあの、まあ、知り合いだったんですが、あこれはもう必然だろうというふうに思いましたが、後で音楽的なことを考えてみたらやっぱり必然だ、それはまたよくわかるんですが、このさっき私の伝えないナレーションの中にもあったんですが、1981年の7月24日の新宿ルイドですわ、ジャポコンライブウィークやって、佐野さんそして杉さんなんかずっとこう毎日やってたわけですよね、で初日佐野さん、そして最終日杉さん、その日に大竹さんは遊びに来てたんですか？いやいや、これを発表するために僕は行ってるんです。でその発表しようと思うその気持ちっていうのは、このお二人にはいつお知らせになったんですか？その日。ちょっとこれどういう状況だった？ステージの上で。杉井君はステージの上、佐野君は、下の喫茶店。そもそもね、あのナイアガラトライアングル、大竹さんと、あの杉井君は、同じレベルだったわけですよ。そうですね、ソニーレベル。ソニーですよね。で僕は、まあ、ソニーの弟レベルと言っていいんだけれども、その当時始まったばかりのエピックレコード、エピックレベル、でまあ、あの兄弟レベルとは言ってもね、やっぱりレコード会社の壁といってもそこにあって、いやそれはね、旗から見てても分かります、エピックは俺たちが作っていくぜっていうものすごいその勢いの頃じゃないですか、そこのところをまた一緒にやれるかってのあったんじゃないですかね。これがだからもうあの至難の技だったと思うんですよ、で反対されました。されてんじゃないですか。されてますよ。されてるのに発表しちゃったんですよ、とにかくこれをね、だから正面切って筋を通してだと言ったら多分成立しないだろうという大手さんがいたと思うんですよね。筋通さない人なんだやっぱり。筋は通ってないですね。あのルイドの夜、あのもう大手さんがもうそれ発表してしまってたんですね。呼び入れたんですか？いや、あの太田さんがいらしてるっていうのを僕聞いたんで、ステージに上がってもらったんです、そして、たら太田さんが考えもしなかった話をしだすんですよ、あのナイアガラトライアングルボリューム1っていうのがあった話、そしてボリューム2を今度作ろうと思う、みたいに僕は聞いたんですよ、横でほーほー、一人は杉君どうだってその場で言われたんですけど。でいいですよ、して、佐野くんが客席にその時来てね、佐野くんも上がってきて、そこで決まっちゃったんで、もうショート本当に僕嬉しかった。はびっくりです。ものすごくその効果を狙ってたわけですよね。そうですね、はい、あまあ、その場でね、あのどんな宴会でも皆さんどうでしょうかって言うと嫌だっていう人いるんだよね。まあね、これが、日本の集団の基本的なパターンで、皆さんこのメンバーでやるのどうでしょうか、おおやれやれって、まあね、先に既成事実を作るというところからやりますね。まあ、こう見えてて実は非常に強引な手法を取る男なんですね。はい、いやもう僕らの世代の大竹さんというと、歌ってらっしゃる大竹さんよりもこうやってラジオで割とこう、もうある種大学の先生みたいな講義みたいな感じで、あのおしゃべりをされるあの大竹さんしか知らないんですけども、シャウトしたんですかその辺は。やりたいと思うんだみたいな感じだったんですか。いやいや、そういうわけではないんですけどね、まあ、とにかく、まあ、自然の流れですね、そこで、まあ、言ってしまえばこうなるだろうと思ったらやっぱりなりましたけどね、で決めたのはね、その2日前なんですよ、2日前、早いですね、とっても。で2日前に決めてよしやろうと決まった時に、このルイドの最終日にスイン君が出るという、これはもう縁だろうと、やれって言ってるんだなと思ったんですよ。天が、天がね、ね、ずい命じられるままに動いたんですけど、その後は大変でしたけどね。すごい反対に遭いましたけどね。さあ、そしてナイアガラトライアングルボリューム2は10月21日発売のシングル A 面で恋をしてに向けて起動を始めるわけであります。さあ、この後はですね、結成後の流れを振り返っていこうと思います。A 面で恋を
伝説の夜から2ヶ月経った1981年9月、大滝詠一、佐野元春、杉正道の3人はナイアガラトライアングル初のシングルとして A 面で恋をしてのレコーディングを迎えていた。この曲は資生堂のキャンペーンソングとして大滝が CM のキャッチコピーを気に入って手掛けることになった劇的な作品。しかしキャンペーンガールのスキャンダルで CM はなぜかすぐに打ち切りというまたまた劇的な結末も迎えた。だがしかし10月21日シングルレコードが発売されると大ヒット、オリコン13位にまで上り詰め、当時ファンの間ではおいザ・ベスト10テレビ出るんじゃないのという期待と不安が交錯していた。もしザ・ベスト10から出演依頼があったら一体どうなっていたのだ。さあいよいよですね、 A 面に恋をしてレコーディングというふうになっていくんですが、このレコーディングの雰囲気ムードというのはどういうものだったんですか。まずね、僕は興奮しててよく分からなかったね何が進行してるのか進行してるのか、よく分からなかった。あ、ただ大滝さんに呼ばれて、でスタジオに鈴木くんがいて、はい、でマイクロフォンが3本セットしたね。同時に歌ったんだよね。同時に歌って、でそこでハーモニーを考えて、それで3人で歌ったのを覚えてるけれどもね、何がそこで起こったのか僕分からなかった。杉さんは、いや僕もね、その3本立てて、あの大体あの大滝さんのレコーディング姿って普通の人は絶対見られない。そうです。それを真横で見られるっていう興奮は覚えてるんですけど、あと3人でこう、あ、閉じたらどうしよう、閉じたらどうしようっていう気持ちと、なんかやっていくうちに楽しくなってきちゃって、なんかこう普段よりなんかこうリラックス、気がついてたらしてたっていうのは覚えてます。そうね、あのまんま、あれレコーディングあのまんまなんで本当に、あとなんとかじゃなくて一緒にやったまんま。あの今杉さんがですねちょっとおっしゃった大滝さんのレコーディングの姿はなかなか見ることができないというのはですね、これあの特にその歌を入れるとき、これ伺った話なんですが、もう鶴がこう旗折りみたいな感じで誰も見入れないっていう、この伝説的な話があるわけで見られないんですよね。見られないんですよ。見ちゃったんですか。ええ、いいですね。堅いでしょ。おぞましいものがね。まあ、一つだけ僕はあの覚えてるのはね、はい、A 面で恋をしてる中で、はい、あの僕はあのドライブのところでドライブって、ね、で僕は最初ね真面目にドライブって歌ってたんです、はいはい、でドライブってちゃんと歌ってた、はいはい、で大田さん僕のところ来てね、はいはい、佐野くんアンジェリーナだよ。でアンジェリーナの中でその車が車で闇に車ってるって、その一節のところで、はいはい、僕擬音入れてたんですよ、プルルみたいなね、あのアンジェリーナプルル行ってみろって言って、それでドライブのどこにそのブルルを入れていいのか分かんなかったんだけども、とにかくやれって言われたもんだから、じゃあやってみようということで、ひょうたんからここまで出てきた間がドライブルルルなんですよね。うん、僕のところ のクラクションっていうのも、あのちょっと前に悲しきクラクションっていう僕歌を作ってたもんで、で出来上がったらププーってクラクションの後にププーって入ってるんでね、これどこまで大滝さんと松本さんがもう最初から仕組んでやってたのか未だにわからないんですけども、ほらいかがでございますか。縁ですよいやだから、ね、でそういうふうに、はい、あのなるべくするように従っていくとそうになるんですよ。もちろんその、はい、スイン君のクラクションも当然それは知らないし、はい、ブーだってねその時に思ったことでもうずっとね壁に向かってドライブルーってそればっかりやってたよ練習をした。練習もう必死で練習しましたね練習してるんだ、ね、一番かっこいいドライブルーはどこにあるんですか、ブルーはどれなのかと練習してんすか、練習してた。これはいい話を聞きましたね、また、ああそうです、まあ、やっぱりプロデューサーですよね。だから、ね、あのやっぱり自分のね、そのアンジェリーナとはシングル版で、その大手さんがそのシングル版をそこまでね、あの聞いていてくれたんだってことがやっぱりすごく嬉しかったですよね。まあ言葉は違うかもしれませんけど、ありとあらゆるその理論武装 みたいなものをしてこの2人の若者に臨むっていうようなことはあったんですか。ありませんね僕は理論はないですからね僕は肉感派ですからね。そう全くあの上柳さんのイメージと全く逆の人間でございまして、
で、まあちょろっとナレーションの中にもありましたが、 CM ソングとして流れ始めてみんなに広まる前に CM 終わっちゃったんですね。よくだからね、よくだから CM ソングだから売れたとか、なんとかいろんなこと言うけど、1週間でね、すぐ終わっちゃいましたよ。こういうことも起こるわけですね。ありますね、恐ろしいですね、そういうスキャンダルってのはね。で、オリコンで13位です。で、当時のザ・ベスト10ですと、スポットライトっていうコーナーがあって、まあもうちょっとでベスト10入ってくるぞっていう人がこう出たりなんていうこともあるんで、もしかしたらこの12月の1日に3人ご出演のヘッドホンコンサートというのは渋谷公会堂でございまして、この日にザ・ベスト10の中継があるんじゃないかっていうのが結構噂が流れましたけども。宇田さん流れたの本当に？後で作ったらその可能性もちょっとありますね。あるだろうね。もしベスト10になったらどうなった？いや、私はありましたよ当然。あの出るという、だからあの出るなら入れるっていう、いや、よくあるパターンでしょ世の中に。ああ、だから、いや、あの入らなくていいから出ないってこう答えただけだけどね。あ、そうっすか。そうです、そうです。あ、全然出る気ないと。そんなもんですよ世の中は。そうでございます。ヘッドホンコンサートはすごかったですね。あれ日本もそう主催なんですよ。そうなんですね。なんだあの頃流行ってたんですよ。またね、つまんないでばっかり持ってくるんですよ日本放送が。私が代表して怒られてんだ。あれは私も社員でありながら驚きましたね。何なんだろうこの空間と思いましたけど、ね、いや世界一奇妙なコンサートだったと思うですよね。これはちょっと説明しないと分かんないですけども、あの演奏されてるんですけども、それを FM 電波ですよね、それで飛ばして、ね、場内に飛ばして、はい、それをまあ、FM ウォークマンのようなものをも置いといたのかな座席に、でそれをみんなこうヘッドホンして受信したその音を聞くと、スピーカーからは出てないんです、生音がちょこちょこって聞こえるぐらいで。お客さん2000人みんなヘッドフォンして静かにしてるんですからね。ヘッドフォンしないでパッと会場入るとなんだか分かんないんですよ。でなんかお手さんがちょこっと言うと全員がボーって笑うんですよ。ドラムのブース作るのに150万円かかってる気がする。ああ、ドラムそう音出しましたね。ドラムがでかいからね、あれ音を出さないために言ってんでブースを作ったんですわざわざそのために、結構ね張りましたよ。ああ、本当にご迷惑を。うちを持ったような気がするな。日本外であったいや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 そうですか。だからね、やっぱこういういわゆる昨今、ユニットとか呼ばれる種類のものの、まあ走りなんだと思うんだけれども、だからああいうなんかバカげたことができたのかなと今にして。ああ、なるほどなるほど。ね。本当バカげてた。どうしていいか分かんないね最初。最初大竹さんの意図が5秒間ぐらい分かんない。で5秒間じっくり考えた。で10秒後にようやく分かってして体がついていくっていうね。あ、佐野君何に歌ったか覚えてます？サムデイは歌ったよね。サムデイ歌った。うん、あと覚えてない。 A 面で声をしてやりました。やったよ。やりましたよね、うん、当然。もっともね、これでもっとすごいアイデアで、はい、スイン君が九州で、佐野君が北海道で、僕が渋谷で、で画面3つ並べて中継のコンサートってのは僕の最初のアイデアだったんで。そうです。あ、同時でね。で佐野君は北海道でコンサートを、はい、佐野元のコンサートやってて、スイン君はスイン正道のコンサートをやってて、で時間合わせてパッと全部スクリーンがであの2面お互いのところで出て、はいはい、各々のところは各々がセンターにいるというその画面でっていうので、これ考えたのすんごいお金かかったんだよ実行に。あ、もう天文学的な。そうですか、うん、それ最初僕のアイデア、うん、もしそれはザ・ベスト10が乗っかってたらやったかもしれないですね。まあね、でもみんなには見せたくなかったのよそこのコンサートに来てる人たちだけが見るっていうようなことを考えたんだけどね。なるほど、うん、さあそしてこのシングルを取りまして、でいよいよこう、まあ、アルバムになっていくわけなんですけども、どうなんですかこの、まあ、音楽の世界の先輩とずっとそのやっていくということで緊張。まず僕たちの共通にあったのは、はい、例えばゴーフィンキングであったりビートルズであったりとか、はい、まあそんなにディスカッションしなかったけれども、うん、共通 その音楽性みたいなのがあったので、うん、そこがなんていうか戻るところというかね、はい、それであと大竹さんはスイ君にも僕にも自由に作ってきなさいということ で僕は自分のスタジオで撮った覚えありますね、はい。ではこの辺りのですね3人のレコーディング、まあ、着々と進んでいくわけですが、その辺り曲を聴いていただいてお知らせの後をまた伺いましょう。 Now here's a wonderful new album titled Niagara Triangle Volume 2。 Niagara Triangle Volume 2。
1982年3月21日に発売予定のアルバム「ナイアガラ・トライアングル・ボリューム2」に向けてプロデューサーとしての作業に明け暮れていた大滝詠一。 A 面で恋をしての大ヒットを受けてトライアングルのアルバム作りに専念しているかと思いきや、82年の幕開けはこの曲のリリースだった。なんなんなん、スタジオの中でご本人が受けまくっているようでありますが、1982年の元旦です。トライアングルはトライアングルでもビート清、松本龍介、B&Me の洋八の3人からなるうなずきトリオのうなずきマーチを発売。何をやっても当たる怖いもの知らずの男の余裕のなせる技だった。そして82年の2月下旬、ついにナイアガラトライアングルボリューム2のアルバムが完成が、その完成を喜ぶのもつかの間、大滝詠一、佐野元春、杉正道の3人は発売を前にファンとともに一路ハワイアルバム発売記念ツアーなんてのに出かけているのだが、実はまあ、あの大滝詠一は大の飛行機嫌いだったのである。私もナイアガラトライアングルボリューム2のことをうなずきマーチに乗せて語るとは夢にも思わずでありましたけども、でも真面目な話、大滝さんはこのアルバムを作ってらっしゃる時、このうなずきマーチもそうですけども、松田聖子さんとのお仕事が大変こう、うなずきトリオはね、裏トライアングルだったのよなるほど。それと松田聖子をやってたんですよ、はい、でその時に彼らは、あのソロのアルバムレコーディングやってて、はい、僕はそれが終わって、うなずきマーチが終わってから自分のを始めたんだけど、もうね年明けてたんだよね、自分の始めた時に。なるほど。である意味では、はい、その松田聖子、佐野元春、はい、杉正道っていうのも僕の一つのトライアングルだったんですよ、うん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 、風立ちぬというアルバムはもう本当に片面はあれってね、僕今考えたんだけども、結局ね、まあ、3曲ぐらいみんなやるっていうんで、そのまあ1曲にしてくれってことだったんだけども、はい、続けてね一気に3枚シングル作っちゃったような気がするね、今にしてもらえば。あで1000一秒とその一音畑で捕まえてっていうのを、はい、一気にシングルを3枚リリースしたっていうことになるんじゃないかっていう気がしてきた。それと風立ちぬと A 面で恋をしてを両面カップリングだってっていうのが僕の意図だったんじゃないかなと思って、そういうことは実際上はできないけれども、気持ちの中ではよくあったでしょう、うん、昔はね、あの大御所同士のカップリングとかそういうの、はい、と思うね。だから両方とも B 面は僕の曲じゃないっていうか、はい、あの A と B 分かれてんですよ、 A 面と風立ちぬっていうのは、はい、であれはねそういうカップリングの意図だったですね、自分としては。だから後々考えてみると、この風立ちぬの松田聖子さんのアルバムの作品とトライアングル、ナイアガラトライアングルの作品を合わせると、大滝さんのソロが1枚できるぐらいの大変な仕事量だったわけですね。でしたね。さあ、それぞれあのどういうスタイルで、レコーディングをやってらっしゃったんですか。お互いのところをちょっと覗いたりなんてことあったんですか。僕はね、僕も佐野君も多分あの独立してお互いにやってたんですけども、はい、僕のノーバリーっていう曲でどうしても佐野くんにハーモニーパートをやってほしいっていうんでね、うん、佐野くんに来てもらって、はい、まあ、あのビートルズっぽいことをやりたかったんです、うん、で思いのほかすごくうまくいって、いいよノーバディ今度のマスタリングもすごいうまくいったよ、ね、ノーバディは。でもそれはすごく楽しくて、あの時やっぱり大谷さんは割と放任主義的なところが僕は、うん、あったと思う、うん、持って、で節目節目で大谷さんが出てきて、うん、こっちのところがスリッポンじゃないのとかね、うん、いいことを言ってくださるんですよ。それで、ああそうかって言いながらまたやっていくっていう感じでしたね、うん、僕はバンド側もその時あったんで、はい、バンドと一緒に録音して、で中でも思い出に残ってるのは彼女デリケートっていう曲があって、はい、それでまあちょっとラバンバっぽいね、楽しいロックンロールなんですよ、踊れる曲でね、はい、それでもう大滝さん褒めてもらいたいと思って、もうボーカルもバッチリコンプリート決めてビシッと持ってったんですよ、うんうん、で大滝さんじーっと聞いてて、はい、ボーカルもう一回行こうかって言うんですよねそれでなんかいけないとこあったのかなと思って、それでまあマイクロフォン前に立ってね、でもっと上手に歌わなきゃいけないなと思って、で
また歌い出したんですよ、どんなやつでも。大竹さんがそれまたじっと聞いてて、うん、そのくんエディ・コクラン好きだろって言うんですよ、ま、でも僕大好きなんですね、エディ・コクランとかバディ・ホリーのちょっと変わったね、しゃっくり商法っていうかね。それでまあだから大竹さんエディ・コクランで行ってみないかという意味だというふうに解釈して、でどんなやつどんなやつくらいまでやりだしたら自分で乗ってきちゃって、でバシッと決めたらね、大竹さんがトークバックでそのくんそれそれ言ってくれて、それであのテイクが取れた。はあ、だからもう足震わす練習してたよ。ああ、一言が本当にうまいですね。6時間かけても完璧にあの仕上げてたつもりでも、大竹さんの一言で15分ぐらいでもういいボーカルテイクが取れたんだ。これなんだなと思いましたね。うん、お二人 その杉さんと佐野元春さんのレコーディングをこのご覧になっている時、印象深いこと何かありますか？うん、あの曲ですね、はい、あのマンハッタンブリッジとあとはラストナイトはあの僕のリクエストで入れてもらったっていう、ラストナイトラストナイトはいやラブハーです、ラブハーか、ラブハーだ、あれを僕のリクエストで入れてもらったっていうものがありましたけども、はい、それ以外はもうあれでしたね。ボリューム1の時もね、他の人のを聞いてるのが楽しかったですよね、うん、山下銀次の、はい、今回もやっぱそうでしたね、そういう意味では。さあそしてですね、待ちに待ったこの発売日が3月21日に来るわけでございます、1982年。ところがこの佐野元春さん、杉正道さん、大滝英一さんはですね、ファンの皆さんとハワイ旅行に行ってるなんでこんなことしたんだろうね、これは意外ですね、何が起こってるのか分かんなくまた分かんなくなっちゃう、どうして飛行機に乗ってハワイに行くんだろうって。佐野くんなんか最後ハワイに着く頃絵描いてたよね、うん、僕の隣で、それを太田さんが1万円で買ったのを覚えてるんだってなぜハワイに行くんだか僕は分からなかったね、なんでハワイ行ったんだろうね、僕ハワイ初めてだったのあの時嬉しくて実は杉正道さんハワイ行ったことなかったの、行ったことなかったのすげえ嬉しくてそれどころじゃなかったんですこれ今日あの3人が揃った時に、またナイアガラのスタッフの方っていろいろ資料をお持ちでございまして、その当時のその模様が雑誌に載ってるのをご覧になってましたね、はいはい、受けてらっしゃいましたね。受けたね。しかし本当に未だによく分かんないね、うん、だからこれはだからね、はい、何だか分かんなかった、分かんなかった全部、はい、あそこのルイドで発表した時からなんか分かんなくて、それでなんかそういう結末を迎えたんだけれども、多分全部そういう風に仕組まれたんだろうであんまり意味がないかなかったんじゃない、ただそういうことをなんかやるように仕組まれていたので、ははなんか全員3人なんかこうぐっとそのガイドされるままに動いたということなんじゃないですか、うん、僕も全体はあのどうしてこうなったかよく分かんないですよ。まあ具体的に私から誰もおっしゃらないので申し上げますが、まあ新婦ジャーナルですとかさまざまな雑誌にですね、アロハを着る大滝さんであるとか短パン姿の佐野さん、海に呆然と佇む杉さん、そういう写真がやたらめたら載ってるんですね、はい、これがこれじゃなくてもいいんじゃないかっていう写真随分ありましたね。覚えてますか？いやいくつか覚えてますけども、まさか3人があの膝まで海に浸かってなんかぼーっとしてるああいう写真覚えてる佐野くん。いや、まあ、カメラマンにポーズね撮らされたの覚えてるね、うん、でもねあの写真今日見たけれども僕だからマウイに初めて行って、で大滝さんはあのほら外出るのが嫌いじゃないですかでしたよね、はい、で僕は結構夜遊びしてた、もうハワイ初めてだったからで佐野くんは朝あのスポーツマンで泳いでたから早めに、佐野くんと次の部屋だったんだよね、でね佐野くんの寝言を聞いちゃったっていうことがあったんですよ。いろんなところで言ってんですけど、夜中帰ってきたんですよ。いい佐野くん。いいよ夜中帰ってきて佐野くんが寝てたんですよ、はい、起こしちゃいけないかなと思って寝ようと思ったら、はい、本当の話なんですよ、はい、毛布を佐野くんが蹴ったんですよ、はい、それでロックンロールって言ったんですよいやそっちはまだかっこいい方のエピソード、次の日はまた次の日は、まあ、お茶あんの海の幸って言ってすいません全く分かりませんねいいね、落ちがあるよ、清水よりいいな
いやマルクスブラザーズじゃないんだ大滝さんは飛行機は嫌いだし、そうな、出かけるのもそんな好きじゃないっていう方が、なんであんなことしたのかな本当に。それもまたファンの方を連れて、そう、ラジオの購録みたいなのもなんかやりましたよ、同時に、ね、スピーチバルーンっていう番組があって、それも同時にやったんですよ、まあ若気抜いたりでしょうね。僕はデビューしたばっかりで、ね、だからレコードキャンペーンというのはこういうこともあるのかなと、だからこの先いろんなことがきっとあるんだろうなと思ってワクワクしましたけど、ああこれはもうにやっぱ20年ですね、今じゃ考えられないわけであります、はい、大滝さん の当時のインタビュー記事ですね、はい、1回ぐらいナイアガラでコンサートやりたいみたいなことをですね、はい、まあ大滝さんそういうその希望的なことをよくおっしゃるんですけど、そうですね、僕は企画倒れの男と言われて企画倒れのもしコンテストがあったら絶対優勝しますね、そまあいいんですけどちょっとそんな気はあったんですか本当に、その何のコンサート、ヘッドホン3人でヘッドホンのコンサートを持ってやろうという、あれはまあなんかその時のあれでしょ、出任せでしょ多分、まあそう言わないとなんかこのインタビュー終わんないから言ってたんじゃないですかねねえ、はい、ということで、はい、失礼いたします。20年前のお話でございました。佐野元春、杉正道、大滝栄一、ナイアガラトライアングル、82年はこれだ。A 面で恋をして、by ナイアガラトライアングル。上柳雅彦が進行役でお送りしてまいりました。この番組ももう最後の箇所になってしまいました、大滝栄一さん、そして、佐野元春さん、杉正道さん、この3人にお話ができるとは本当にオープニングにも申し上げましたが、なんか信じられないなという感じがあるんですけども、杉さんはナイアガラトライアングルをこう経験したことによって、はい、得たもの、変わったことって何かありましたか。はい、僕はあの細かく言っちゃうとノーバリっていう曲は特に象徴的なんですけども、はい、まあ、ジョン・レノンが死んだ後で僕はビートルズが好きだったんで、はい、ビートルズっぽいものを作ったんですけども、ちょうどその時代ビートルズっぽいものっていうのは今更ビートルズじゃねえだろっていうような風潮がどっかにあって、でも僕が一番好きなのは時代遅れと言われようと何と言われようとビートルズは好きなんだと思ってたんですけども、僕のスタッフは、まあ、全員ビートルズマニアだったにもかかわらず、いやそれは僕らは理解できるけど次の世代は分かんないよって言われて困ったなって言ってる時に大田さんがこれはいいよって言ってくれたんです、でそのおかげで佐野くんも協力してくれてやったおかげで、なんだ好きなことやるのが一番いいんじゃんっていうのがこのシンプルなことが分かりました。佐野さんはいかがでございますか。僕はね、当時そのアルバムサムデーってねアルバムも、はい、同時に作っていたんですけども、そうですね、ちょうどそうですよね、時期的に、それで大滝さんのレコーディングを見て、はい、でそのレコーディングの方法をね、はい、学びました、でだから大滝さんのレコーディングを見学しなかったら、シングル版のサムデーの明日アレンジには多分ならなかったと思ってます。だから当時、年はね僕にとってはすごく大きな転換期だったと思いますね。大滝さんは2人の若いミュージシャンとお仕事をされて、やっぱりそろそろ引退する頃なんだろうなと思いましたね。30半ばにして、そうそうそう、いやもういや前もボリューム1の時もやっぱり引退だなと思いましたけど、その時また思いましたね。ねえ、やっぱり若い人たちのもんですよと思いました。ふざけて言ってるみたいに聞こえるでしょ、でもね、あの時も同じことですよ。ああそうなんですか。もうあと佐野くん頑張って、あと佐野くん任せて頑張って20年なんですよ。ああ、はい、今ねこの前僕は新しくリマスター版を聞いたんですけども、で僕はできた当時も自分のとこは飛ばして聞いてたんですよ、佐野くんと大谷さんの曲が大好き で、で自分のはどっちかっていうと飛ばしてたんですけど、久しぶりに通して十何年ぶりに通して聞いたら、うわこれは俺だったら資材何売っても買うアルバムだなって、情けない資材なんですけども思うぐらいに、うわこれはいい、こういうことなんだったんだなっていうふうに思いましたし、で大滝さんの
入ってるあのトライアグルの曲っていうのは本当にもう完璧で、あの出来上がってるっていうかもう完成された形で、それに比べて僕と佐野くんはその自分探しの旅に出始めた頃のちょっと威勢の良さとそういうのがあって、それがねこううまい具合に楽しい感じで、今聴いたらなんか水戸黄門と助さん格さんみたいなね感じがしたので、なんかこう楽しいなと思って、20年目にして新しい発見をしたって感じは僕はしてます。あとその以降こういうことをされた方っていらっしゃるんですか？ないですね。かない、うん、江戸時代に英語が入ってたら黄門トライアングルって言ったんだろうか何を黙ってて何を考えてるのかと思ったらしかし黄門様に例えてらっしゃいましたけど、はい、まあだからトライアングルボリューム2のことはこれは30代半ばだったりとか、トライアングルのボリューム1の頃は20代になりますか？そうですね、20年ぐらいでした。そうですね、はい。でもその頃からものすごくなんか老成という言葉はちょっと良くないんでしょうけど、あの頃からでもなぜあんなに大滝さんという言ってらっしゃるんですよずっと毎回のずっと隠居なんでしょうね。僕の中にそういう人2人いるんですよ、うんうん、ザ・バンドのガース・ハドソンと、はい、そこから大滝さん、あの見た目に隠居だよねいつ見てもなんかお隠居さんみたいな、この人俺より当時俺より全然若いんだよなみたいな感じと受ける方ではあるんですけども、佐野さんはですね、はい、そうだ、アルバムのそのさっき出てまいりましたサムデイが20周年がね、ということはもうすぐになるわけですよね。誕生日同じなんですね、で5月22日、はい、そのまたこれは、どういうようなデジタルリマスタリングというふうになるんですか？またそうですね、これがまたサムデイが5月22日に出るということですね、うん、この時、まあ、ナイアトライングに参加しながら、はい、曲をたくさんレコーディングしていて、である曲は、まあ、Bサイドにシングルその7インチの、Bサイドに入ったりして、はい、同時期に作った曲がばらけちゃっているんですよね、はいはい、ですので今回ファン向けに、うん、コンプリートコレクションということで、うん、シングルの B 面だとかあちこちに飛び散ったものをみんなまとめて、うん、でサムデーの時期にレコーディングした曲をまとめてみようかなと、そういう意図です。杉さんは僕もやっぱり3月20日にオーバーラップという僕のアルバムとスターデザーっていうのが2枚組で、はい、リマスタリングで出るんですけども、やっぱり聞き直してみるとトライアングルやったおかげで、あ、こう一つ僕の中で迷いがファッと解けた感じの勢いがやっぱり入ってるし、大滝さんに、あ、こっちの方ラブハーが入れた方がいいよって言われて引っ越しちゃった曲もそっちに入ってるんですよ、うん、あ、なるほど、もともとさっきの大滝さんのじゃないですけど流れに従うとこっちだったんだなって今頃になって、黄門様の先見の目をさすがだなと思ったりなんかしてます。でその黄門様なんですけども、何もないよ予定、ナイアガラ20周年事業というのが今後どういうふうに展開をいろんなものが20周年を迎えていくじゃないですか。あ、そうですね、次へと。そうです、そうです、20周年企画の次はね、はい、30周年企画ですよそうっすか、はい、もう入ってますよ。2011年ね、これロングバケーション30周年もう永遠だねこの辺はすいません、山下達郎さんとのお正月のFM の番組の中でよく聞かされておりまして、もうだんだんふんでも佐野君はすごいしっかり覚えてたね、僕はね冗談が本音で本音が冗談で、言うんですよ。時々その逆転させる時もあるから分かりにくいって言われるんですけど、あれは本当にそうなんです。で言ってることもね、ネタが少ないんだよね同じネタを何度も使うってことなんだ。さてこのナイアガラトライアングルボリューム2はですね、まあ 20th anniversary edition 3月21日木曜日発売。この発売日も例によって大滝さんがこだわりまして祝日なんですね、うん、祝日の日ってあんまりなんか新しいアルバムとか出さない日らしいんですけども、ここじゃなきゃ嫌だっていう、やっぱそういうのあった。そうです、そうです、絶対321 321これはもうね宿命なんですよ、ええ、
で321ってのは相当こだわりのある日ですよね。そうですね、大谷さんにとって、うん、語呂がいいからこの辺大事にされてるような大事にするんですよ、ある誕生日って変えられないでしょ、はい、だから321は誕生日なんですよ、はい、それが変えられないのと同じようにやっぱり変えられないのと、この2人は3月生まれなんですよ。あ、日が近い。そうです、1日違いなの、佐野君と、うん、僕は13日、はい、僕は19なんです。あ、これも天命ですよ。でね、聞いてるとついふんふんって言ってるんですけども、まあ、そういうことに しなきゃいけませんよね。ボーナストラックが、一番最後にですね、A 面で声をしてるのこう支援バージョンが入ったなんかするというね、まあ、あのオクラになった1週間しかかからなかったこのね、まあ、その辺のちょっと恨みを込めて20年後に、ね、一つ聞いていただくこと、はい、ということでございますが、ではせっかくですからリスナーの方にですね、最後に一言ずついただきたいと思います。では佐野さん、いかがでしょうか。いや、ナイアガラの旅っていうのはね、一つ一つのねアイテムが濃い。もうその何ですか、あのヘッドホンコンサートだとかハワイの話だとか今振り返りましたけども、はい、一つ一つやっぱり濃いです、うんうん、楽しかった。その濃いところにね迷い込んでしまうと楽しい旅が始まりますから、もし迷い込んでない人はこれを機に、ぜひちょっと迷い込んでほしいかなと思います。そして大竹さん、いかがでしょうか。そうですね、相当な、まあ、覚悟を持って飛び込んでくれたんだと思いますけど、やっぱり人生に必要なのは覚悟だと思います、はい。今日は佐野元春さん、杉正道さん、大竹英一さん、ナイアガラトライアングルの皆さんにこうやってお話を伺うことができました。お相手は日本放送のアナウンサー上柳正彦でした。おはよう。 0.1 グラムの朝、乾いた肌に水分と油分をバランスよく、資生堂サイモンピュアバランシングゼリー。でも太田さん、よく結婚しましたよね。本当にまた話はちょっと戻っちゃうんですけど、ね、やっぱり可愛いのこといいね、面白いこと言うようになったんだよ本当にな、あの写真はな、なんとかなんないかな。どんなやつでも3つはあるな、悔いは